はい、皆さんどうもこんにちは、今回はですねマインクラフト実況をやっていきたいと思います。前回ですね、パート11の、前編ということで、ネザーの方にね冒険に行ったんですけれども、ネザー要塞をね見つけるという目標のもと、進んでいっていたんですけれども、途中で、見つからなかったんでね、一旦途中で区切って、次回後半探索の続きをやると言ったんですけれども、あのあとですね、収録外で収録外で、要塞をね見つけようと思ってちょっとやってたんですけれども、エンダーマンに、襲撃されて、案の定またマグマダイブいたしまして、アイテムがねまた全部ロストということで、鉄装備ももちろんねなくなってしまいました。なのでその後に、ちょっとね洞窟の方へ行って鉄の採取などを行っておりました。なので、ね、今こういった状況になっております。でね、鉄を40個ぐらい、もう60個ぐらいかな、集めておりますので、鉄装備はとりあえず作れる状況となっております。でちょっとね、前回の、反省を踏まえて思ったことなんですけれども、やっぱりあのレーザーに行くにはダイヤ装備がちょっと必要になってくるかなと思っておりまして、もちろんね鉄装備でもいけないことはないんですけれども、やっぱりねどういうことが起きるかわからないんで、やっぱ新キャラもいますし、かなりね攻撃力が高いモブもたくさんいますんで、ちょっとねダイヤの装備を作っていかないといけないのかなと、思っておりまして、特にねダイヤの剣とかにねエンチャント、つけたいなと思っておりまして、あの以前ね、釣りであのエンチャントポン釣ってあのダイヤの剣に合成してパワー4のね、超強いダイヤ剣あったんですけれども、あの最初のネザー探索で、マグマダイブしましてね、それで全部ロストしてしまいましたので、ちょっとですね今回はまたねネザー探索するに向けて資材集めをねしていけたらと思っております。一応今回パート11の後編という形でやらせてはいただいているんですけれども、あのちょっとね前回ねマグマダイブ収録外でやっちゃったんで申し訳ないですけれども、後編ではありますがちょっと洞窟探検ということでよろしくお願いいたします。で今回の目標といたしましては、ダイヤモンドをね採掘するということが一番の目標となっております。一気にね20個ぐらい集められるかどうかは不明ですけれども、とりあえずやるに越したことはないんで探索ねしていきたいと思います。今回ねちょっとどういった方法でやるかと言いますと、ちょっと洞窟探索をねするのもいいんですけれども、あのなかなかねいい洞窟が見つからないとかそういうこともありえますんで、とりあえずブランチマイニングをして、でブランチマイニングしつつ、ダイヤモンド見つけれたら見つけて、新しい洞窟見つけたら見つけていくという感じでやっていきたいと思います。で、今回はねここから下に掘って、大体高さ11ぐらいがねあのダイヤモンドが出やすい領域となっておりますので、とりあえずねそこまで早送りで掘っていきたいと思います。はい、ということで、11の高さまでね、掘ってきましたということで、いや結構下まで来ましたね。でこのね11の、領域が、ダイヤがね出やすい、値となっております。基本的にね11の高さを基準にして、掘っていくと、そうするとねダイヤが出る確率が高いということになっております。で今回ねブランチバイニングということでやっていくんですけれども、
まあちょっとねまだ僕も初心者っていうところはあるので、今回は普通に T 字の形で掘っていきたいと思います。まずね T 字の掘り方ってまず何かと言いますと、最初ねこっち方向に、まあ、こっちが縦だとするとこうやって縦にどんどん進んでいきます。である程度進んでいきましたら、こっから今度はね、こっちの横から見て縦方向に、掘っていくと。でここをねどんどん開拓していくということですね。でこっちもねある程度何百マスぐらいか掘ったら、次はねここ1マス開けて、今度ここ掘っていくという感じになります。でこうすることによって、縦の横から見た縦のところはね全部ね分かるようになるんで、これでダイヤのねあの探し当てる確率を上げるというやり方でございます。これが一番シンプルなあのやり方と思うんで、はい、まあ、こういった感じでこれをね何百マスもどんどんやっていくという感じになります。でまあ、 あの掘る高さなんですけども、まあ3マスで掘ったはねそりゃ確率的にも上がるとは思うんですけれども、やっぱり、まあ、3マス掘らなくても大体ねこの上下で埋まってることが多いんで、まあそこまで影響は出ないと思うんでね、今回は2マスで掘っていきたいと思います。でこっからはですねちょっと雑談も交えながら掘っていきましょうかね。はい、多分ね時間がかかると思うんで、まあ途中早送りも入れつつやっていきたいと思います。でまずね、ここの、ブライチマイニングのするための階段ですけれども、これちょっといちいちね上り下りするのは不便なんで、ちょっとこれ階段つけていきましょうかね。はい、ちょっと今後もねここの採掘場を使っていこうと思いますので、はい、その時のために、階段ねちょっとしっかり作っていきましょう。どんぐらい作ればいいかな、まあ、2スタック3スタックは必要だと思うんで、こんぐらいでとりあえず行きたいと思います。でちょっとね作業台回収しましょう。下で鉄のつるはしがなくなった時取りに行くのが大変なんでね。はい、じゃあ設置していきましょう。ここ早送りで行きます。よいしょということで、とりあえず階段ね全部設置し終わりましたので、これでいきましょう。でとりあえずね、作業台を、設置しましょう。そして一応かまどもね作っておきましょう。でもねすでにね、レッドストーンかなり集まって、まあ、鉄もそこそこね集まってきてるんで、これかなり調子いいと思います。それではねちょっとどんどん採掘していきましょうか。はい、いやでそれにしてもね今回この動画のね収録日、10月のもう19か半ば過ぎてるんですけど、急にね寒くなってきましたよね本当に。あのねつい一昨日ぐらいまではねあの夏日的なそんぐらいのね暑さだったんですけど、まあ、蒸し暑いっていう感じですかね。はい、なのにね急に昨日あたりからね涼しいを通り越しても寒くなっちゃってね、ちょっとびっくりしましたね。今年はなんか秋を通り越して冬みたいなそんな感じになっているんですけど、はい、でねこの後ねどんどんまた寒くなっていくみたいで、ちょっとね心配ですね。はい、でまあそれに対して、まあ、コロナとかはまあ、今のところはねあの落ち着きを見せているんですけれども、まあ、なんでねこんだけ感染者が急減したのかっていうのはね本当に気になるところではあるんですけど、やっぱりね僕としてはねウイルスが、まあ、自滅したっていう可能性があると思うんですね。まあなんかテレビでもやってたんですけど、新型コロナウイルスのウイルスっていうのはなんかね従来のウイルスとはもちろん違うんですけれども、その何て言うんでしょうかね、変異種がまあできやすいと、はい、変異株ができやすくて、それで感染がどんどん広まっていってしまうということになっているらしいですね。それで、そのねウイルスがどんどん変異していくと、
まあ、変異していくっていうことは、それに対してどんどんね減っていくっていうリスクもあるわけですよ、はい、でそのリスクを、まあ、負った中で、増えていくということになっていまして、それでなんかねそのウイルスが自滅するようななんか遺伝子を出すらしくて、でそれでもう一定のなんて言うんでしょうね、一定のところまで行ったんで、その自滅するなんかそういうウイルスがどんどんできてきて、で自然的になんか消滅してるんじゃないかっていうふうにはね言われてるらしいですけど、さあどうなんでしょうかね。そんな雑談をしていたらね、すごいなこれ、洞窟のまあ広さはもちろんなんですけど鉱石が多い、これはでかいですね。もうちょっと通っただけで金結構ありましたよね。あとレッドストーンとか鉄とかガッポガッポっすよこれ。いやいい収穫になりますねこれ、はい。早速ね当たりの洞窟これ引いたんじゃないでしょうか、はい。まあ、鉄もね全然必要なんで、本当に鉄装備だけじゃないんでね、鉄のまあ使い方は多数あるんで、やっぱりね重要だと思うんで、しっかり残さずね回収していきたいと思います、はい。さあこちらに金もありますね、まあ、石炭とかねもうすでにもう6、7スタックくらいあるんで、まあ、とりあえず今は大丈夫かなって思ってるんで、まあ、あまりね鉱石取りすぎても持ち物がパンクしてちょっとね捨てざるを得ないっていう可能性も出てきますんで、一応、まあ、今必要なものだけをね取っていきたいと思います、はい。さあちょっとモンスターの鳴きが聞こえてきましたね。まあ一応まだ未開の地なんで気をつけた方がいいですよ、はい。ここでちょっとね死んじゃうと厄介なことになるんで、それだけは気をつけていきたいと思っております。一応ね鉄装備は、装備してるんで、まあ、ある程度は大丈夫なんですけども、あちょゾンビ流れていってるね、はい、流れてください、流れてけ、はい、下行って、はい、行ってらっしゃい、ゾンビは流れていきました、よし。いや鉱石ガッポガッポだなこれ、めっちゃあるね、かなりあるっすよ、この一帯だけでもかなり収穫してるんで、すごいっすね。あれちょっと今ゾンビが燃える音したな、この先マグマ注意っすね、多分一回水をせき止めた方がいいっすねこれは、はい。ちょっとねモンスターのゾンビの鳴き声はすごいんですけど、スポナーは多分ないと思うんですけどね、村人ゾンビでしたね。さあこれは期待できるけどな、でもいけないね、鉄はあるけどアボガン鉄はちょっときついかな、こういうところにダイヤモンドがよく、まあ、あったりするんですけどね、ちょっとこれは期待できそうですね。早速いい洞窟見つけたんで、これ以上ブランチマイニングしなくても良さそうですかね、まあ、油断せずにマグマダイムには気をつけてやっていきましょうか、はい。上にも鉄あったね、危ない、見落とすとこだった。なんかね前と比べてね鉄のなんて言うんでしょう、一つの塊で出てくる鉄の量が増えた気がするんですね。前なんか塊で鉄あってもせいぜい4つぐらいだった気がするんですけど、今普通になんか1個のところの塊で10個ぐらい出てきたり普通にしますよね。あと金とかもなんかそうなんか1箇所で出る量が増えた気がしますよね、はい。まあいつからかわからないんですけど、その辺なんかちょっと優しくなった気がしますね、はい。あやべ鉄のピッキリ壊れたね、ちょっととりあえずもう1個作りに行きましょう。はい、ということで、いやすごいね、本当によくここの洞窟は取れると思います。はい、ということでまだねダイヤモンド採掘ができていないんですけれども、ちょっと時間のね都合上で今回はこの辺で終わりにしたいと思います。で次回もね、この続きということで、ダイヤモンドゲットできるように頑張っていきたいと思います。で次回はパート12ということでやらせていただきますので、よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。